しく始まりました、二次対策、東大の第4問の、授業を、始めようと思います。第4問といえば、文法語法ともう一つ英文和訳の問題が主に含まれています。で特に、今回の授業では、その2つを、重点的に扱っていこうと思います。まずじゃあ最初の文法から。東大の問題の文法といったらとても難しく思われると思いますが、そんなことはないんです。しっかりとした文法語法の把握、そして基本的な英文の意味を考えれば解けない問題はありません。さあ今言ったように、まずは文法語法ですね。まず文法語法で大切なことを2点。1点目、1点目は英文の意味を考える。英文の意味を考えるというと、まあ、当たり前のことじゃないかと思うかもしれないけど、結構これが一番大事なんです。みんな単語の意味にとらわれすぎて何が大事かを忘れてしまいます。だから英文で何を言っているのかっていうのを常に考えて勉強していきましょう。もう一つ必要なもの、基本的な語彙力。まあ基本的な語彙力って言ったら、まあそれぐらい誰も持ってると思うかもしれないけど、結構抜けたりする。だから今回の2000年から2010年の問題を扱うんだけど、2000年から2010年の問題で基本的な語彙力、自分がどこが間違ってるのかなっていうのをしっかり考えて勉強していきます。で次もう一個扱うのが4の B、 これが4の A ね。ちなみに4の A で大体文法語法もやっていきます。で次4の B で扱われている英訳で、特に英文和訳ね、英文和訳の問題を特に解説していこうと思います。で英文和訳の問題で大切な点って何だと思いますか？何が大切なんでしょう。じゃあ僕が押さえてほしいと思う3点書きますね。まず1点目、当たり前のことなんやけど、構文の把握が大事です。 S がどれで、 V がどれで、 O と C ね、保護と目的語 C 等がどうなっているのか、統治がどう行われているのか、そういったものをしっかり押さえないと訳はできません。逆にこれをしっかり押さえて訳が出ていると、できてくると採点者は、あーこいつ分かってんな、この人構文取れてるなっていう意味で、もちろん採点にプラスの要素になります。なので構文を押さえる。もう一点、文脈早く。東大の問題で特徴的なんだけど、長い文章があって、その中に棒線が引かれて、ここを訳しなさいって問題があるよね。そういった問題で一番大切なのは、前後の文をしっかり読むこと。っていうのも、
例えばこの一都、防線部に入ってある一都、これを明確にして役を出しなさいっていう問題があったら、その一都は何かなっていうのは前後に必ず要素があるんです。だから文脈の把握っていうのも一番大切になる。これも重要なポイントで、もう一個ラスト、構文を取れ取れって言ってきたんだけど、ちょっと矛盾したかもしれないけど、先生言ったじゃん。ね、そうだよね。でもね、最終的には日本語で意味が通じないと役にはならないんだよ。東大で難しいのはこれかな。構文がいくら取れてても、英語の単語と日本語のいつもやってるターゲットとかね、そういったものの、単語帳で学んだ単語の役が合わないときは、その時にどうしたらいいか。その時に生きてくるのが文脈なんだよ。文脈を育てたら日本語の意味が分かってくるでしょ。そうして出来上がったきちんとした日本語の答えがようやくちゃんとした答えになる。だからこそ英語の訳は難しい。いくら単語が分かってても日本語の訳ができないことがあるね。で、今日第1回はガイダンスなんだけど、まあ、さっき言ったように文法語法は英文の意味を考えながら基本的な語彙力を身につけよう。で、時々ね、5問あったら1問ぐらい、なんだこれって問題があるんだけど、それは心配しなくていい。他の人たちも解けない。そんな問題は落としていいんだよ。そうじゃなくて、一番大切なのは何かわかる？そう、5問中の4問、基本的なところを必ず押さえること。いいんだよ。5問中3問でもいいんだよ。6割取れれば東大は受かるんだよ。だから全部取らなきゃいけない、取らなくちゃいけないところを必ず取るって意識を持とう。すると文法も解けるようになる。で、もう一つ英文和訳で、英文和訳もこの3つが大事。構文もしっかり取る、しつこいだけどね、構文をしっかり取って、文章があったら 文脈をしっかり把握する。で、最後、さっきも言ったけど一番大事なのがきちんとした日本語にすること。で、この3つが一番大事です。で、さっきも言ったけど、これから2000年から、2010年の、第4問、特に文法語法国勢上問題と、英文和訳の問題を、重点的に、この、コースでは勉強していきます。で、もちろん東大って聞くと難しいなって思うかもしれないけど、もちろんその東大を受けない人、難しい国公立大学を受ける人でもこの授業は役に立つと思います。というのも、東大の問題は一番基本的なオーソドックスな問題が多い。そしていろいろなものに応用できる問題が多いです。なのでこの授業をしっかり受けて10年分の和訳問題ができれば、反対のあの難しい和訳や兄弟の長い和訳も、応用につながるんではないでしょうか。それでは、これから授業を始めていきましょう。よろしくお願いします。終わります。